それでは、今日は本会議での質問もやりましたので、それも含めて、会見をします。質問、やり取りご覧になったかと思いますけれども、昨日も委員長が言ったようにですね、やっぱりこちらが聞いていることにまともに答えない、聞いていないことをくど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 しゃべるということは一貫しているなというふうに思います。特に消費税の問題については、こちらが具体的な数字も示して、やはりこの 8% から 10% の増税大失敗になるのではないかという懸念も、示しましたが、まともに答えないし、消費税のこの間の31年間、結局、大企業、富裕層の減税のために使われたんじゃないかということにもまともに答えないということが、全体としてあったかなと思います。ただその中でちょっと答弁としてですね、注目したのは、一つはですね、これはとんでもない答弁ということですけれども、TPP の問題でですね、今回日米首脳会談でこれまでやらないと言ってた日米 FTA 自由貿易協定の交渉に踏み込んだと、でこれ約束違反ではないかという質問をしたのに対して、今後についてですね、FTA のような協定を結ぶかも含め、今後について予断を持って申し上げることは差し控えますというふうに、FTA 交渉を今後行うことを否定しなかった、含めですから、もうその可能性も認めた、これ、初めてではないかな、今までは TAG、FTA ではありません、TAG ですと、だから私たちはもう TAG って何なんだと、とんでもない安倍外交の略じゃないかというふうに言ってたわけですが。そういうごまかしをこれまでやってきたにもかかわらずですけども、今回はもう FTA も認めると。で、その理由は、今まで FTA 交渉でも FTA の予備協議でもないと申し上げてきた最大の理由は、TPP 以上の関税引き下げが行われるのではないかとの懸念があったためだということで、そしてなんだかいい FTA と悪い FTA があるみたいな。TPP 以上の関税引き下げを行わなければ、その FTA はいいんだと言わんばかりのですね、これは今までの答弁に照らしても、今までは FTA ではありませんということをこう言ってきたものに対しても、踏み込んだ、重大な答弁ではないかなというふうに思います。それ以外でちょっと前向きに、こちらにも答えたところもありまして、私が大学の無償化というけれども、今やろうとしている低所得者の就学援助制度が導入されるのに対して、各大学が行っている授業料免除制度が廃止されて、差し引き2万4000人、支援が打ち切られるではないかということを言ったことに対しては、新制度導入により対象外になったり、支援額が減少したりする場合もありえますというふうに認めて、その上でここからが授業でございますから、聞いてくださいとかってわざわざ言ってですね、こうした学生に対し継続的な学びを支援する観点からいかなる対応が可能か、来年の制度施行に間に合うよう早急に検討してまいりますと、要するに要するに授業料免除制度が打ち切られる学生に対する対応も考えると、要するにこちらの指摘を否定できずに、やっぱり何らかの対応せざるを得ないということを、述べたということかなと。でここはよりこれからの委員会、常任委員会等も含めてですね、どういうその施策、対応していくのかを迫っていきたいというふうに思っております。あと細かな問題としてこの間、テレビ討論で、TPP によってその農業への影響額がどうなるのか示せということをこう私、討論会でも言って、稲田さんと何回かやって、稲田さんは、ずっとはっきり言わなかったんですが、今日経済効果分析についてはすでに作業に着手したところであり、できるだけ早く情報提供させていただきますというふうに言いました。でこれはですね、やはりその協定の議論をするということをやろうとしているのであればね、その前にきちんと野党国民に対して示すのは最低限の条件だと思いますの でこれは引き続き求めていかなければいけないから。最後に選択的夫婦別姓の問題と歴史認識を聞きまして、それについてはほとんど、こちらが聞いたことに全く答えなかった。で選択的夫婦別姓については
参議院 の、 長浜さんの質問に対してこれは様々な意見があるので、導入しないと。で、私があなたは金子みすゞさんの、みんな違ってみんないいということを言ったのに様々な意見があるからやらないというのは矛盾してませんかと、様々な意見があるんだから選択できるようにすべきではないですかと言ったんですが、まあ、これには、まあ、ちょっと答えられなかったんだと思いますが、様々な意見を聞きながら慎重に対応を検討してまいりますという答弁で逃げた。それから所信表明で最後に1919年のパリ講和会議の問題を取り上げて、まあ、あたかも日本がですね、植民地支配に反対しているかのようなことを、ね、言ったではないかと、これは歴史を全く正反対に描くものではありませんかという指摘をしたんですが、まあ、そこは全く答えずに、まあ、全体として安倍政権は過去の歴史認識を引き継いでおりますと言った上で、日韓関係は請求権協定の違反状態を放置するなんということで、ここは全く、まあ、答えられなかったというふうに私は受け止めました。まあ、全体としてはそういう、こうやり取りだったので、引き続き予算委員会や各種委員会で、安倍政権の基本的な姿勢を追及をしていきたいというふうに思います。私からは以上ですが、まあ、一つね、今日衆議院の予算委員会の理事懇談会で、野党側が関連関係者7名の参考人招致を求めたのに対して、与党がですね、とんでもない理由で拒否をした。一民間事業者の金銭不祥事に過ぎないというふうに述べて拒否をしたということでありますが、電気料金、原子力マネー、原発マネーの還流であるわけですし、まあ、しかもその民間事業者、一民間事業者ではなくて明らかな公益事業でありますし、国民に本当に危険をもたらす原発の再稼働に関わる利権という側面もあるわけですから、一民間事業者の金銭不祥事というような、ね、問題ではないわけで、まあ、こういう与党がこういう認識でいること自体が大問題だというふうに思いますので、これはもはや関西電力だけの問題ではなく、与党政府のこの関電に関わる疑惑に対する認識そのものを正面から問わなければいけないというふうにいよいよなってきたと思います。そういう点では、参考人国会招致、国会招致ですね、関係者、関電関係者の国会招致、それから時間をきちんと取って集中審議をやっていくということが引き続き重要になってくるかというふうに思います。私からは以上です。ご質問あれば。はい、NHK 送りです、はい、最後の関西電力の関連なんですけれども、はい、先ほど午後3時から記者会見に関西電力をしておりまして、はいはい、八木会長が今日付けで、それから岩根社長が第三者委員会の結論が出た後に辞任するということを発表しました。まずこれについての説明をお願いします。まあ、あれだけの大問題を起こしたのですから、まあ、辞任は当然のことではないかなと思いますが、そのことで幕引きを図るというようなことは許されないというふうに思います。この問題についてやっぱり徹底的な解明が必要だというふうに思いますので、なんか逃げるような、逃げ切るようなことは許してはならないというふうに思います。まあ、ちなみに今日の本会議の質問で、私は誰一人役員が責任を取ろうとしていない、こんな電力会社に原発を再稼働する資格があるのかということを質問する旨、政府に通告をしておりましたが、夜中に辞任というニュースが来て、まあ、質問を急遽書き換えざるを得なくなったという経過が上がったことも紹介をしておきたいというふうに思います。まあ、いずれにしても辞任で済む話では全くありませんので、引き続く国会に当然来ていただいて、経緯についてお話をしていただくことがどうしても必要になっているのではないかというふうに思います。それから社長はまだ辞めないんでしょ。第三者委員会の結論が出た後に、それも、ね、含めてですね、非常に対話問題だと思います。はい、与党側はですね、まあ、民間事業者であるということで、まあ、その前例がないということを理由にして、参考人について否定的な考えなんですけれども、その点いかがでしょう。いや、前例あるでしょ。いや、いくらでもあるでしょ。
だって民間事業者だ、例えばアネハ問題の時とか、耐震偽装問題の時、あの時なんか民間の人いっぱい呼んでますよね、次から次へと。だから民間事業者を呼ぶ前例はないっていうのは全く事実に反するというふうに思います。それから加えて、それに加えて電力会社というのは、国民から集めた電気料金をもとに運営している、しかもこう原発というですね、国民のこう安全生命に関わる、大問題をこう事業を運営している会社なわけで、極めて公益性高い企業ですから、単なる民間事業者ということで済む話ではないと。しかも国策として原発推進をやってきて、今安倍政権は原発再稼働の旗を振ってるわけで、その事業に関わったお金が、いわばキックバックのような形で還流しているという構図であれば、これは国政調査権を発動しなければいけない、当然のテーマではないかなというふうに思います。はい、関係の前で、ちょっと話題変わるんですけど、22日に即位礼正殿の変などが、天皇陛下のですね、一連の即位の儀式が始まるんですけれども、それに御党としてどう臨まれるのか、教えてください。この天皇の代替わりに伴う儀式等については、これまでも党としての考え方は表明をしてまいりました。で、共産党としては、天皇の代替わりに伴う儀式等については、憲法の国民主権、そして政教分離の原則にかなったものにするべきだということを政府に求めてきたわけです。で、ところが今回行われようとしている一連の儀式、これは昨年4月に閣議決定した即位の礼の一連の儀式ですが、戦前の明治憲法下の天皇主権、国家神道の下で、儀式のやり方を定めた当局令、これを踏襲するものになっています。とりわけ22日に行われようとしている即位礼正殿の儀、これは神によって天皇の地位が与えられたことを示す高御座、ここから天皇が即位を宣明して、その即位を内外の代表が祝うという形式の儀式になっています。しかも神道行事である大嘗祭の儀式と一体不可分に行われるものになっています。それから共演の儀も、こうした即位礼正殿の儀の行事と一連の儀式行事になっています。で、冒頭に述べたように、共産党としてはこれらの儀式が現行憲法の国民主権、政教分離の原則とは両立しないということを指摘をしですね、国事行為である国の儀式とすることには反対だということを明確に表明してまいりました。で、こうした見地から即位礼正殿の儀および一連の共演の儀には参列をしないという態度を決めております。その関連で一応念のためをあえてお聞きするんですけれども、御党が結党されてから97年たちですが、一度もこうした即位の儀式に参加されてないということでよろしいでしょうか。それはそうですよね、当然、当然だと思います。はい、すいません。はい、共演の儀に関しては政府から案内状みたいなのが来ている。来てます。私は欠席で出しました。はい、それは党として一貫して。当然党の方針です。はい。すみません。はい。新聞今度ですけど、関連の方がゼロ回答で参考に誰も言わないことです。先ほどに NHK の官報の方では、郵政に続き、元市長は記者長は参考人としているということで、これはどのような論戦を期待、共産としてはどのように攻めたいというか。どのように攻めたいか。そんなこと言ったら攻められないじゃないですか。それは秘密。いや、いろいろとね、やっぱりきちんと放送法に照らして、どうなのかという問題、それから報道の自由に対する、郵政っていう関係で言えば、報道の自由に対する、介入という問題、元総務事務次官もやっているということも含めて、そういう大問題だし、NHK のやっぱ経営委員会と、報道機関と NHK の関係で言えば、放送法との関係も出てくるだろうと思います。いろんな角度から、埼玉の補選なんですけど、はい、こ
これ結局なんですか、与野党対決というかですね、はい、どうやっていくような構図、県民に対してそういう構図は示せなかったんですけど、そこをどのように感じになっているか、そっちというか、あと上田さんは県民党等で言ってくるのは知事ならあかんですけど、国政出るのに県民党ってちょっと若干意味が分かんないんですけど、この辺どのように考えますか。埼玉県 の、 参議院の埼玉選挙区の補欠選挙は、共産党としては自主投票という態度を決めています。で、やはり基本的な考え方としては、憲法を、そして暮らしを脅かす安倍政権の暴走に対して、やっぱ市民と野党の共闘の力で議席を得るという立場でこの間臨んできたわけですね。で、特にやっぱり安倍政権による9条改憲は許さないという、この点を重視して対応し検討してまいりました。で、その点で、上田前知事は、憲法について広い意味では憲法をこう改正を行っていくべきだというふうに述べる一方で、今の自民党改憲案には賛成できないとも言明をされています。で、そういったことを踏まえて、共産党としては、この間埼玉では県知事選挙も市民と野党の共闘ということで戦ってきたこともありますし、全体して参議院選挙は立憲民主党、国民民主党なども含めた野党と市民連合と13項目 の、 協定も確認をして臨んできたという経過があります。で、それを踏まえて、埼玉で言えば県知事選挙で作られた市民と野党の共闘の枠組み、これを考慮して、今回は自主投票という態度を決めたということなので、与党がどういう態度を取るかは、これはもうあまりもう問題ではなくて、全体としてやっぱり、この間参議院選挙、そして、埼玉県知事選挙で取り組まれた市民と野党の共闘の枠組みを考慮して、そういう態度を取ったということになるかと思います。上田さんが県民党、県民党ですか、はい。要するにそれは、要するに特定の党派に、なんていうか、こう、属してやるっていうことではないということを言ってるんだと思いますが、全体としては、県知事選挙はやっぱり、市民と野党の共闘の枠組みで戦ったわけですから、その大きな流れの中で、こう、今度の選挙は戦われるということになるんではないかなというふうに思っています。そういう理解なんで、自主投票という態度になっております。はい、理事の市川です。はい、立憲民主党の菅元総理がツイッターで関連問題に絡んで国民民主党の人事を批判してるんですけど、それって把握されてますか。それは把握されてますか、そのツイッターは。いちいちそんな全部ツイッターは把握しているかどうかも含めて、あまりコメントする必要はないんではないかなと思います。共闘構築に向けて内紛が続いているような状況なんですけど、同じ野党としてどういうふうに受け止めていらっしゃいますか。それは冷静に見守りたいというふうに思います。特にコメントはありません。よろしいですか。はい、ありがとうございます。